勉強？何のですか？ケーキ？あ、へえ。ご主人はもう会長職に引退を決意？できてるってこと？ショコラが鈴持ちになったらご主人様は喜んでくれますか？看板猫が2匹とも鈴持ちだったらご主人の鼻も高いからね。どこでもと言ってくれるならご主人様のお布団の中でいいんですよ。むはー、猫史上初の宇宙到達。いや、いっそのことここはもう火星あたりまで行っちゃうとか。猫パラ。鈴持ちの明日への第一歩、準備はいいですか？ショコラ、バニラ、オッス、準備 OK であります、シグレちゃん先生。オスオス、私もオッケーでありまする。いいですか？鈴持ちに必要とされる条件は、人間の生活の中に猫一匹で溶け込めるか。すべてのテストはこの一言に集約されるのです。はい、副将。
すべてのテストはこの一言に集約されるのです。違います、その前です、その前、試験なら今の罰ですよ、罰。勉強の仕方を教えてくれなんて頼み事なんかすっからだな。ここ数日しぐれのテンションがガチ上がりでマジ困ったもんだったぞ。花椒様に頼られたことが本当に嬉しかったみたいでね。お店のお休みまで待ちきれない様子で、代わりに私たちが勉強を教えられたりしたよ。行動許可証というのはですね、人間界の常識やルールを理解して猫の習性や本能に負けず理性で自分を律した行動ができるか、これを乗り越えた猫こそが本物の猫たりえるのです。そんなソコラはまだ本物の猫じゃなかったんだ、どうしよう。まあ猫は猫だからそんなうろたえなくても大丈夫。バニラ、そんな悠長なことを言っていてはいけませんよ。早く立派な一人前の猫になるという気持ちこそが自立した猫としての大事なことなのです。ショコラもバニラも早く兄様のパートナーになりたいでしょ。おっす、ご主人様のパートナーになりたいです。おっす。まあとりあえずショコラのパートナーであれば、あとはクビにならない程度に。バニラには覇気が足りねえよな。ボケっとしてマイペースつうか、バリ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 。ちゃんとやることはやるから、やる気が表面に出ないだけだよ。バリバリバリ。人の世では論より証拠と言います。私が口で説明するよりも実際に体験した方が早いでしょう。まずは小豆のお手本を見せてあげましょう。小豆、長子の猫として松前たちに鈴持ちの猫たる姿を見せてあげなさいな。ああ、なんだめんどくせえな。ギャラ出んだろうな、ギャラ。小豆ちゃん、よろしくお願いします。よろしくね、はずき。では鈴持ちの猫の強靭な意志、兄様もとくとご覧あれ。はい、ここに猫まっしぐらな脂の乗り切ったテラッテラの大トロがあります。こんなこともあろうかと用意しておいたのです。一言で言えば兄様への愛にございます。そのような意図小さきことは置いておきまして、普通の猫ならば目の前に大好物を出されたら本能的に飛びついてしまいます。ですがこれを小豆の目の前にぶら下げても、おにゃー、はぁ、もぐ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 、あはははもぐ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 
悪い例です。小豆には後でお仕置きをするとして、ココナッツ耐久猫じゃらし。ココナッツ、準備はいい？お任せください、シグレ様。行きます。兄様、よくご覧くださいね。小豆とは違うところをお見せしましょう。頼みますよ、ココナッツ。はい、せい。素振りすらない、まさに大物の風格。この程度褒めてもらうほどのことでもないよ。この程度のこと、しぐれ様の猫として当然だし、こんなの何時間でも続けられ。一応小豆もココナッツも試験にはほぼ満点で合格してるはずなのですが、あれ？猫パラ。兄様、今度こそは何の問題もございません。大船に乗った気持ちでお任せください。はーい、面倒だけど来てあげたわよ。こんにちは、歌唱さん。微力ながらお力添えに参りました。ほんとよね、私が来てあげたんだから感謝してよ。可愛い妹たちのためですから、気にしないでください。メイプルとシナモンにはペーパーテストの方を見てもらおうと思います。おっ、勉強も頑張ります。先生たちよろしくお願いします。おっす、おっす、よろしくお願いします。では、あとは若い猫たちに任せて、私たちは兄弟水入らずのお茶としましょうか。先生が何人いても仕方ないですからね。
鮮度を多くして船山に登るです。あ、そうそう、私が作りました特徴萩をお持ちしたのです。ぜひ兄様に食べてほしくて、あと良い茶葉も手に入りましたのでお供に。台所をお借りいたしますね。いそいそ。基本はロシア文字って出る口ね。これ覚えとくと結構使えるから。すっごー、メイプルちゃんすっごいよ。打てない顔文字はないよ。マスター、顔文字マスターだよ。かっこいい。ショコラは本当にいいリアクションするわね。でもこの程度で驚いててどうするの。次はライソスタンプね。うわー、かわいい。これ超かわいい。これ何？これ何なの？バニラちゃん、心の準備はいい？そのお花はね、そのおしべとめしべっていうのがあってね、あのね、おしべとめしべがね、その愛し合ってぐちょぐちょにぐちょぐちょになると赤ちゃんがね、シナモン、発情してないでちゃんと教えて。発情にゃんって、私これでも鈴持ちのお姉ちゃんにゃんだから、こんな理科の教科書くらいで、体育の教科書でもあるまいし。お姉ちゃん、不甲斐ない。いやー、ダメ、その目で私を見ちゃダメ。一般常識と小学生くらいの学力は必要とされますから。最近は猫を使った犯罪もあったりしますしね。人間界の一般教養が必要なのです。あ、兄様、こちらのきな粉のやつも美味しいですよ。はい、あーん。見てください、このスタンプ可愛くないですか。試しにシグレが作ってみたのですが、それなりに結構人気あるんですよ。